ここじゃ誰もお前を気にしないが、少なくともそれを隠そうとしない。よそ者は笑顔で嘘をつくからな。全部本物ですよ。偽物はありません。残念な死に方にはなったけど、助けてくれて感謝してる。気の毒に。え？ああ、フリンのこと？悲しむ必要はないよ。この辺じゃこういうことはよくある。慣れるしかないよ。バックウォーターでは気弱な者は生きていけない。そろそろ行かないと。お礼にこれを受け取って。それに
ね。階段に流れ着いてかわいそう。あいつにはあの化け物にならない。Yeah!
見返りになるの。数週間前にサイモンやエライアスと共に町を出たけど、ニブロから聞いた。サイモンを探している。サイモンは優しい人だった。私はエライアスと違って金に興味はなかった。サイモンが夢の中に出てくる、化けの皮が剥がれるエライアスもだ。サイモンを置いておくべきではなかった。その償いをしたい。様子は変だとは思ったが、仲間の言うことを聞くべきだった。エライアスはずっと金を見せびらかしたけど、サイモンがなぜそれに興味を持ったのかはわからない。本に目がない彼が財宝探しに食いつくなんて、二人の仲は未だに謎だ。私より頭の悪いやつを二人、スコスグレンで盗賊をやってるフィンと、ゲルワという平原出身のバーバリアンだ。戦いの栄光のためとかほざいてたけど嘘だ。私以上に金に目がない。死んだだと？よかった。奴が倒れていい気味だけど、もう私には意味がないことだ。エズレットに行った。町はフェシス湿原の最南端にある。そこでまた会おう。誰も来ないかと思い始めてたところだ。大丈夫か？ありがとう。少し休んで何か食べられれば大丈夫だ。一緒に来い。本当に助かる。足手まといにならないよう頑張るよ。
俺が町から追い出されるか。船が突然制圧されたんだ。最初は人間のように見えたけど、私を除く乗組員全員を殺したんだ。おいお前、ボスが話があるぞ。仕事は全部済ませたぞ。へえ、そんなに酔っ払ってるのに。それから今度は誰を見つけてきたの？アービンです。お見知りおきを。私の船が沖合で襲撃されましたが、この二人が親切にも私を助けてくれました。親切？トマイト？前に会ったわね。さっきまでその辺でフラフラしてた人でしょ。待って、今わかった。一人でやったんじゃないんでしょ。トマイ、この人を騙して仕事をさせたわね。え？いや違うよ、ほとんど面識ないって。本当だ。もういい。そこのあなた、本当のことを話しなさい。やっぱりね。もういいわ。トマイ、荷物を持って出てって。いや待ってくれ。俺は。ありがとう旅の方。よければボスに会ってくれない？バックウォーターはあなたのような人が必要よ。街中では無理だ。なんて気色悪いキノコだ。あとはグリンのスープに入れる方法を考えるだけだ。これで貸しができましたね。まただ。何がルミルのスープに入ってるの？吐きそう。街中では無理だ。役に立つと聞いてる。頼める仕事があるかもしれないな。昨夜町に盗賊が侵入した。まだ調べている最中だが、住人の備蓄品からいくつか盗まれたようだ。取り戻せたら俺はもちろん、バックウォーターも助かる。右腕のオートンだ。彼が同行する。今回の件をうまく片付けてくれれば、今後依頼できる仕事が増えるかもな。これかい？ただのならず者さ。バックウォーターは悪党やはみ出し者、どこにも馴染めない連中が集まる町だ。
問題と金を受け持つなら両方とも喜んで引き取ってやるぜ。ならず者、放浪者、キングスポートの伊達な悪党とも言う。だがそれも過去のことだ。誰かがこの哀れな連中をまとめなきゃならなかった。あの夜西に向かう人影を見たと見張りが言っている。止めはしなかったみたいだけどな。西へ向かうぞ。あなたはもういない。もう会うことはないわ。でも手紙を置いていたわ、テーブルの上よ。お別れできなくてごめんなさい。声が語りかけてきて、それに答えなければならなかったんだ。母さんの遺体をザービン Z に返すようグルヤスに頼んだ。彼女は少しだけ反対してた。あなたには本当感
感謝してる。見ず知らずの女の子を、私を何度も救ってくれた。あなたが与えてくれたチャンス、絶対に無駄にしない。つまらないものだけど、これを記念に取っておいて。本当にありがとう。この地域にはびこる邪教徒たちは、儀式と生贄によって何狩りの一人として生まれ変われると信じている。言うまでもなく、その考えは馬鹿げている。何狩りは崇拝など気にかけていない。でも錬金術の手法なら、昇卓地に強力な何狩りのネクロマンサーが住んでいる。彼女の手下の死肉と邪毒を持ってきて。味わうんだな。申し訳ない。感謝する。道を違える時が来た。素晴らしい。